カタリナ・アレクサンドロブナ・ナゲルボルトは、ロシアの女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、アレクサンドル・エンベルト。2009年欧州選手権6位、2010から2011、シーズンからペアに転向。1989年に、当時のソビエト連邦レニングラードで生まれる。ドイツ系ロシア人の両親が、カタリナ・ビットのファンだったため、 ロシア風のエカテリーノではなく、ドイツ風のカタリナと名付けられる。アレクセイ・ミーシーのグループに所属し、2006年には、世界ジュニア選手権と、世界選手権のロシア代表となる。2008から2009シーズンには、グランプリシリーズに招待出場。ロシア選手権では3位。欧州選手権の出場枠は2つしかなかったが、1位の、 アデリナ・ソトニコワと2位のエリザベータ・トゥクタミシェワが年齢制限で出場できないために代表に選出された。大会では副鼻腔炎の治療のためのチューブを鼻につけながら演技を行い6位となり4位に入ったアリオナ・レオノワと共にロシアの出場枠を3に増やした。2009年春、ミーシンがエフゲニー・プルシェンコとエリザベータ・トゥクタミシェワらの指導に 集中することを受けてジェスカモスクワへ移籍2009から2010シーズンはスベトラーナ・ソコロフスカヤの指導を受ける NRW ハイやゴールデンスピンで初めてシニアクラス国際競技会の表彰台に立つもののロシア選手権では若手選手が台頭する中で9位に沈む2010年3月ペア転向を試み サンクトペテルブルクへ戻りタマラモスクビナのもとでアレクサンドル・エンベルトのペアパートナーのトライアウトを行った。2010から2011シーズンペアと組んで初めての国際大会となったニースハイで優勝。ロシア選手権で優勝したタチアナ・ボロソジャル、マキシム・トランコフ組はボロソジャルのウクライナからの移籍後1年を経過していなかった。 そのため大会出場の権利を保持しておらず、4位だったが、欧州選手権の代表に選出され4位入賞。2011から2012シーズンのロシア選手権でも4位。2012から2013シーズンは、スケートカナダに出場を予定していたが、人体を断裂し、手術を行った。その影響でシーズンすべての試合を欠場した。 2013から2014シーズンには、試合に復帰して、ロンバルディアトロフィーで3位。ロシア選手権では7位。このシーズンをもって、エンベルトとのペアを解散した。2014年7月12日、フランス人のブライアン・ジュベールと組むことが報道された。ジュベールとは、エフゲニー・プルシェンコ主催のアイスショー、スノーキングに共に出演した。2015年2月には、 オレグはシリエフとの指定関係を解消。2015年4月には新たに、アンドレイコシツンとの練習を始めた。しかし、9月23日に競技から引退し、高知業を始めることを発表した。詳細詳細、コークロバネビツキグラブリードアットヨーロピアンズ、ハットタマラモスクビーナ、IAM Not A Supporter of Radical、デモリションゴールズ、ハットファイ。2012 ぜえ、ぜえ、ぜえ。ファイ語り、ぜえ、ぜえ。ありがとうございます。